でもここはラオスの領域でしょ、うん、そうだね。任せて。いけるっしょ実際。いけるいける余裕で。え、結構頼り切っちゃっていい。もちろんそのさ、うん、要は必要な情報とかは僕らが拾ってきて、うん、ラオスがそれを落とし込むっていう形でいいのかなと思ってるんだけど、それで大丈夫。うん、それ大丈夫、うん、だからやってほしいのは本当に今の、あのプロダクトのコスト、うん、物流周りから、うん、そこら辺のを、まあ2、3日で固める、うん、ってことだけやれば、あと3カ年は普通に引く、うん、え、でもリアルにどんくらいいけそうなの、その初年度か今で言うと肌感手応えがまだ分かんないから、どこに刺さるのかっていうのがまだ分かんないから、そこさえ分かれば、あ、何件ぐらいいけそうっていうのは物理的に計算できるって感じ。いけそう、え、じゃあ、なんていうのかな、例えばだけど、ざっとだけど、10件やったら10件行く自信はあるけど、それが壊されるのが営業だから、まず。ああ、なるほど。そうそう。で、うまくなっていくのよ、営業って。うんうん、その業界とか、俺サービスに強く知識も増えて、うんうん、なんか熱も入ってきて、なんかすごくうまくいく。うん、ただ、今がファーストライン、まあ、あのスタートラインだから、何回か失敗して、じゃあこっから10件とか、そういう感じでやっちゃうかなっていう。わかる？わかる。うん、いや、なんか自信ありそうでなさそうな、ね、なんか自信ある、どっちなの、なんか表にはあるけど、そうそう、心の中は自信ないみたいな。今なんか自信あるって言っても、それって根拠のない自信だから、根拠なくていいの、違うの、うん、ちょっと勇気が欲しい、うん、ラオス的にはまあどうなのかなっていう、いや、もう百発百中ですよ。おおどっちだどっちなんだよ。俺が電話したらもうメロメロになっちゃうからね、電話うちの人が、うん、うちの人、女性だったらもう帰っちゃうよ一緒に。やめなって思う。ね、もうマジで怒られたんだから。本当に。ああ、もうダメだダメだ。これがいけないんだ。詐欺感ありますね。私でも匂いました今。でも詐欺師の能力いいっすからね、営業では。そうね。役立ちますからね。まあいろいろ問題はめちゃくちゃあるけど、ミッションの方が終わって。そうだね。もうでも次がもう。合格でよかった。まあでもいろいろ山積みだからな、そうだね、それを詰めるのもやらないといけないし、そうだね、まあ、それプラス5で言われたね、お金回りとか、そう、一緒、ね、今後の計画とかね、そう、それをやっていこう。でもやっていこうって言っても、そのうちらその OEM 先とのさ、うん、あのタスク分けて棚卸しするみたいなやつとかあるじゃん、うん、だから多分マジでめちゃくちゃ忙しいと思うんだ、うん、この1週間それをまあどうやって割り振るかっていうのと、あとそもそもロー君が今いないから、なんかそこの情報共有、ね、まあ、ちょっと対象手段とかあるんだけど、うん、ロー君に結構うちらのさ、もうチームって依存したやん。そうだね、うん、あ、戻ってきてほしいな。だからすごいその一人だけのウェイトが多分めっちゃ重くて、うんうん、なんかそこをどうしていこうかなみたいなとこもちょっと考えなきゃいけない。わかる。どうしようかな、マジでロー君が来てほしい。そうだね、計算系だけは本当にロー君がいないと申し訳ないけど、結構さ、そうだね、ミッション4もさ、なんか受かったの私なんか奇跡に近いなって思ってて、こんなにもなんかできてないのに、逆になんかよくなんか無事通ったなっていう、それなんか自分がこんなにもできないやつなんだっていうのをなんかすごい痛感させられた。いや、愛ちゃんできないわけじゃないよ、やってることのレベルが高いんだと思う。いや、そんなことはない、うん、別に。でもやっぱね、まあでもなんか競合そんな多くないからさ、うん、競合分析自体はさ、そんな重くないと思ってんだよね。うんうん、ああそうだね、むずいな、間に合うかな。でラオスいつまで遊んでんの。いや結構楽しくて慣れてきて、ね、もういいから。え、楽しすぎて終わり終わり、うん、どこまで話すんだよ、ね、あれちょっと、おマジ楽しい、これすごいんだよ。え、どうやってやんの。これね、こうスタートでアクセル、うん、これでブレーキ、うん、びっくりするぐらいスイスイ進む。うわ、速っ、やばいでしょ、うわ、すごいわこれ。
待ってハイビルハイビルおいで2人もう終わり終わりもうやるよ戻ってきて、はい、お二人さんすいません帰ってきて真剣にやろうかやりますかやりますよやりますか汗かいた Never give up so 未来へ Never give up so 未来へ街の明かりの数だけあるライフそれぞれのストーリーが続いてゆく暗い夜空に光る星座みたいに夢と夢をつないでみよう埃かぶってた雪のかけら振り払う動き出すその時は今振り返れば第11回です、今回もねエミリンに来てもらってますよろしくお願いします。お願いします。さあ今回のサブタイトルはおかえり松葉でいいですか皆さんいいですか期待の前、ね、ようやくノンタイトル始まりますね。そうですね、はい、いや今ちょっとねあのオープニングだけでもうるっとくるものがありましたけど、はい、いや俺はあのラオスがなんかパソコンにスマートフォンでやってるシーンが詐欺師っぽいなだってあいつ手使わずにこうやって挟んでましたからもうミクル君、ね、ここ最近ずっとラオスが詐欺師しか言ってないからね本当にあんなことする必要ありますだってそうですね。さあ前回ですねミッション5の内容が発表されたんですがチームレッドはロー君まだ不在のままでしたね。ちょっとどうなんですかね日焼けさせたのか本当にメンタル的にしんどくなっちゃってるのかとかちょっとロー君が大黒柱がいないとチームレッドはどうやってバランスを取っ多分アイちゃんの比重が大きくなっちゃうので、まあ、そうですね。ミクル君どうやったらロー君戻ってくると思います。まあ、塗り棒とハルタムが仕事をしなさすぎるところを多分思ってると思うんで、うんまあ、その部分をなんか自分たちから言っていくしかないですよね、うん、そのハルタムと塗り棒がもっと頑張るみたいな、うん、その事業に対して、うん、もうそこを見せるしかないよね、うん、本当に、まあ、ロー君に対してとりあえず変わんないですもんねもう、うん、そうねいやなんか多分ですけど塗り棒と春玉ちゃんが今この事態を本当に普通に体調不良だと思ってるんじゃないかなってちょっと思ってて あれもしかして自分たちのせいって気づいてないのかなっていうのが若干ちょっと大丈夫かなとは思いました。確かにそうです ね、うん、エミリーはどうあのセナ君、セナ社長のタイプがいいのか言い直さなくていいですよ言い直さなくていいですか、はい、セナ君みたいにこうはっきりズバズバこう言ってくれる方がいいか、うん、ロー君タイプの黙って黙ってスパーンって爆発するタイプとどっちがいいですか。一緒に仕事したりとかするんだったら絶対セナ君タイプで、恋愛的には絶対ロー君です。あ違いがあるの。あそうそう確かに恋愛でセナ社長と恋愛はちょっと辛いね、うん、そうですね。何の話してるんですか。あれこれあのブレイキングダウン7から1ヶ月半1分1ラウンドで最強を決める総合格闘技エンターテインメントザラプレゼンツブレイキングダウン 7.5 がこの後いよいよ幕を開けます。この大会は 7.5 どういったところを期待したいですか。僕個人的には1試合目のね1試合目ノンタイトルっていう別の番組なんですけど、はい、あの結構大きなものを2つとも2人ともかけてるん で、 そうです、ね、結構気になりますね。松葉 VS 塗り棒で幕を開けるという 7.5 です。はい、ミドルから2、はい、3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 
あナイス通復だからマスバーがその俺に勝ったら万が一ね復活っていうのがノンタイトルちょっと意味わかんないですよ甘くそれ甘くないですかマツバが勝ったら復活ありかなって。そう。こっちの方がネタおもろいですよ、はい。今待望論あるじゃないですか。マツバ復活待望論あるんですよ。勝ったら復活ブルーチームみたいな。でマツバが勝ったらだから復活権。ブルーチーム復活権。うん。そのちょっと納得いかないですね。そのマツバ復活のルールは。まあでももうボコすだけなんで勝ちます。必ず勝ちます。はい。あの今チームレッドにちょっといろいろ。任せっきりになっちゃってるんで事業のことだからまあ勝って僕は僕なりにチームに貢献したいですね、はい、フックとか右ストレート、はい、久しぶりまずは塗りボーイ勝ってノンタイトルブルーチームに復活します、まあ、そして前回負けてしまったデモデーでもリベンジして完全なる勝者になります勝てます勝ちますいけるぞえ緊張してる丸込みやさっきすごーい意外に緊張してるここが仲いいんですね今もまあノンタイトルシーズン1で一緒に戦った同士なんでちょっと大人になってるねまあ一番ノンタイトル2でクビになって悔しかったんでここはね何としても復活してほしいって思いで念を送りました金髪ですよね髪、うん、丸込めじゃない本当伸びてるしちょっとふっくらしてるしふっくらしてるよし緊張するね緊張する1分でしょ1分やばいやばいあそこは1試合目1分だ一瞬だいやだなこんな気持ちで試合見るの初めてだ、ね、なんかすげえ不思議な気持ちだよねなんかね戦ってないのに戦ってるみたいな、ね、一緒に戦ってる気持ちそうもちろんこチームブルーは松葉くん復活を願って松葉くんを応援してるってことですよね。オーケーじゃあ皆さん、僕初戦盛り上げるんで応援よろしくお願いします。盛り上げ勝負。素晴らしい。お待たせしました。では松葉さんと木村さんお願いします。よろしく。ただいまよりザナプレゼンツブレイキングダウン 7.5 第1試合ウェルター級 74kg 契約キックルールスペシャルワンマッチを行いますうわ普通に始まるわドキドキするいやドキドキするマジでドキドキするマジで青コーナー185cm、さすがや 72.45kg ポンコツイケメン緊張してるなんか顔色悪くない確かに確かに顔色悪い緊張するねこれは顔色悪い顔色悪いブレイキングダウン最強戦へ松葉大輝赤コーナー 171cm 67.55kg 逃げ物が沈まぬ太陽再びねー慣れてるのか余裕がすごい感じだね松葉大輝 VS 塗り棒というノンタイトルメンバーでの対戦ということになりましたやばいねちょっと怖い本当に待って緊張するちょっと待ってノッカーズ勝利はあるか塗り棒松葉が目の前の間を越えていくか距離がないっていった塗り棒いけ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 一旦ストップがかかりますミノルを放つ右のミドル蹴りでいくのは塗り棒です前に出て推進のお互いに行くのは松葉殴り合いますね大沢さんいいですね、塗り棒も一致し松葉選手いった、いい勝負してますね、でも松葉が押してんじゃないですか、ね、一進一退かさあもうら後半へと入ってきます最初の30秒経過両フック塗り棒両フックお互い相手見てないんで、やや松葉が守ったかいけ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 声を出しながら殴り合いに行きます右を振る塗り棒復帰しろノンタイトル復帰しろ大輝人生かけろ
10秒切る。気持ちのぶつかり合い。いいですね。スタミナどうか。手数が欲しい両者です。ミスレット。松原の打ち下ろし。ドン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 。よしよしよし。おお。聞いてないよという仕草ではありますが、ここで試合終了ゴンが鳴り響きました。え、勝った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 、多分負けたかも。さあ判定です。ジャッジ大沢、青松葉、以上3対0をもちまして勝者松葉。ブレイキングダウン 7.5 オープニングマッチ、勝利が飾ったのは松葉大輝でした。うわー、戻ってくる、戻ってくる、すごい、戻ってくる、松葉。須田くんがこんな喜んでるのいいですね。ねえ、ほんとに試合勝利したら、戻れるということで、はい、戻れます ね、 あのノンタイトル視聴者が喜んでると思います。再びカムバックすることが決まりました。ってことえ、戻る戻る、こっちに松葉来るってこと。そう、え、うわ、えぐ、え、待って、でも瀬名って松葉嫌いだったんじゃない？大丈夫来てからいや、本当に本当に好きなんだ。いやいや、本当？いや本当に好きだから本当に嬉しい。いや本当に仲いい。俺超嬉しいんだけど、なんか戻ってまた喧嘩されちゃうとちょっと。じゃ大丈夫？多分マジで喧嘩ないと思うよ。本当に大丈夫？ナイスバイちゃん。めちゃめちゃ強いじゃん。ダウンか、取られたっすね。めっちゃ悔しい、くそ。おめでとうございます、すごい、ナイスファイト。おめでとうございます。すごいですね、最後のダウン。あ、初めて。どうでした、塗り棒。いや、強かったです、気持ちも。でも塗り棒だ。そうですね、やっぱり塗り棒も多分いろいろかけてる思いがあったんですけど、それに僕が勝ったんじゃないかなと。ノンタイトル復活、メンバー復活、はい頑張ってください。ありがとうございます。嬉しいでしょうね。ワンパターン練習のナイスタイク。いや嬉しかった、よく、マジで嬉しい。いや気持ちいい。マジですいいですね。松葉とセナの最強タッグってことですよね、これ。そうそう、本当だ。もうチームブルー最強になっちゃった。ねえ、ただなんか松葉がダウン取った時、おもしちゃんだけね、なんかすごいなんか神妙な顔しました。そんなことないですよ。いや感動したんですよ。そうよそうよ。あんまりにこれ、あの予想はどっちが勝つと思ってたんですか、ミクル君的には。いや本当に分かんなかったです。なんかどっちもどっちというか、うん、予想が難しい、ある意味勝負論のある戦いだったんで、うん、はい、だから最後の一発をもらうまではもう塗り棒が多分判定で勝ってたんですよ、うんうん、そうなんだ。あの一発で全部持ってたんで、まあ松葉が持ってたとしか言いようがないですね。あ、うん、へえ。じゃああれがなかったらもうそのまま多分塗り棒さん勝ってたと、うん、塗り棒の勝ちでしたね、あれは。そうなんだ。あと5秒ぐらいでしたね、確かラスト5秒か10秒ぐらいで。そうそうそう、最後ね、うん、ヒカル君どうでした戦い。いや、 やっぱなんか松葉がなんか乗ってるじゃないですか、うん、こういうのも塗り棒ちょっと人気落ちてきてる気がしてるんですよ僕、うん、松葉逆で今乗ってきてるんですよ今。なんなら今一番乗ってる気がするんですよあいつ。だからやっぱそういう勢い乗ってるやつって勝つんだなと思って、うん、でもこの先どうなると思いますミクル君。まあ、結構なんか授業内容も結構確立した状態で入ってくんで、うん、ここでこう偉そうにはさすがにできないと思うんですけど、してきたら面白いですよね。まあ首要員としては松葉やったってますよね。首要員また2回松葉はやめてよ。あるとしたらでもこの回なんですよね多分。はい、ここでスポンサーさんのご紹介です。簡単便利、どこでもオンライン診療を受けられるリモートメディカルクリニックです。お、はい、お二人はですね、病院行って待ち時間長いなって感じたりとか、予約の時間に他のスケジュール入っちゃって受診できなかったみたいなことってないですか。まあ、僕はめちゃくちゃありますね、うん、まあ、そもそもやっぱこう起きんのとかも苦手なんで、はい、
こうなんか病院のために起きるってなんかしんどいですよね。仕事のためだったら頑張れるんですけど、うんまあ、途中でいきなりスケジュール入っちゃったりとかで行けなくなるみたいなこともあるんで、結構まあそこはありますね。確かにそうですよね、うん。リモートメディカルクリニックはですね、必要なお薬を自由診療で処方してもらえるオンライン診療サービスで、待ち時間なくテレビ電話で診療してもらえるサービスなんですよね。もちろんあの虎ノ門に実際にあるクリニックが提携員でして、なかなか病院に行けないなんていう忙しい人にもぴったりのサービスということになってます、うん。ちなみにどんな医薬品を扱ってるんですか？今はですね、スキンケアとか、はい、花粉症改善薬とか、うん、ダイエット系、まあ、そういったものが30種類ぐらい医薬品の取り扱いがあってですね、これらも対応できる症状を増やすというので今増やしているみたいですね。 LINE があればですね、それだけで診察の予約から診療、薬のお届けまで全て済んでしまいますということなので、ちなみに今回ですね、はい、メンバーの林さんが実際にお薬処方してもらってダイエットしてるらしいんですよね。へー、あーすごいですね。お、結構1ヶ月で 3.1キロ、まあなかなか痩せてらっしゃる。痩せたいっていう悩みもありなんですね。そんな普通になんかこう。そうなんです。あと花粉めっちゃいいですね。花粉症今人多いじゃないですか、マジで。はい、うん、だから林さんの場合は1ヶ月で 3.1 キロも痩せたみたいで、はい、まあ、薬は追加で購入した時も LINE でやり取りできるんでめちゃくちゃ便利っていうので撮影中も言ってましたね、うん。薬ってこれ郵送で来るってことですか？そうです、そうです、ね、はい、家に届けてくれて、医薬品だから効果もしっかり期待できますし、はいはいはい、まあ、それ以外でも花粉症の薬とかですね、まあ、瀬名くんとかはそれをやっていたりですとか、メンバーが処方してもらってるのは美容薬、うん、美肌の薬をですね、ハルタムや塗り棒が使っていたりですとかね、まあ、そういった形でメンバーはかなりお世話になってます。なるほど、まあ、結構なんか通院が必要な薬をこうオンラインでもらえるっていうのが斬新ですね、うん。まあ、あと初診料とかですね、そういったものもなくって、はい、お薬の金額だけでいけるっていうのが非常に分かりやすいって言ってましたね。はい、そしてですね、今回ノンタイトル応援記念ということでですね、はい、特別にダイエットプランをご用意してもらいました。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。まあ、さくらさんもひかるさんもどうですかね、こういったサービスは。 LINE でできるのがいいですね。なんかこういうサービスが出てきたってことは、なんかビジネス的にこの医療業界にもまだまだこう市場がありそうですね。そうですね、すごくまあ便利なんで、うん、家で何でもできる時代が来ちゃったんだなっていうのは感じますね、はい。あと、今回ですね、リモートメディカルクリニックの公式 LINE に、友達追加してくれた方に抽選で Amazon ギフトカードがプレゼントみたいです。今すぐね、必要じゃない人も、まあ、友達登録だけするだけで抽選の対象になるので、ぜひ検討してみてください。でもムードは良くなりますよね、絶対ね。なります、勢いつくと思う、うん、チームブルーが。あ、このじいちゃんがね、じいちゃん待つ、お疲れ。みんな応援ありがとう。負けたわ、ごめん。お疲れ様、大敗だったんだよ。ぬりばちょっと気まずいからやめて。気まずいからやめて。しずはごめん。かっこよかったよ。頑張ったよ、最初もそんな感じで。ありがとう。松田君、おめでとう。帰ってきました。おめでとう。おかえり。おかえり。いや、強かったわ。すごいいい勝負だった。いや、めちゃくちゃいい勝負だった。かっこよかった、二人とも。ね、ありがとうね。ロー君まだいないですね、これ。いないね。本当だ、帰ってきてない。あ、皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。松葉くんはさ、うん、ぶっちゃけさ、このノンタイトルに戻ってきたかったの？戻ってきたかったよ。なんかそのでもさ、復帰ルールなんてなかったじゃん。うんうん、だから考えてはなくて、うんうん、俺も放送で知ったの。あ、うんうん、でこの放送が試合の前日だったの。うんうんうん、で俺もだからえってなるよ、まず。確かに、えってなって、でこれがドッキリじゃないかをまず確認するわけです。あ、確かにドッキリっぽいそうそうそう、びっくりする、うんうん、けど戻ってきたいと思ったけど、その不安もあった。だってもうあと1ヶ月ぐらいじゃん、うんうんうん、で事業もどこまで進むか分からんし、っていうのはあったけど、けど戻れるんだったら戻りたいってなったから、まあ、うんうん、よかったなって感じ。人間関係も別に不安はなかった？え、全然ない。そこが好き。全然ないって言い切れるところが。みんな仲良し。俺は全然大丈夫。こんな仲いいと思う。ラオスは初めまして。初めまして、ね、はい、初めまして、はい、松葉くん。そう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 、はい、だって俺が抜けた後に来てるから。そうそうそう、入れ替わりで。あ、そっかそっか、初めました。そうそうそう、今日めっちゃ楽しみにしてて。変な感じだね。昨日終わってアメリカなので、はいはいはい、どんな人なんだろうみたいな。まあそうだね、
松葉は松葉なんでね、なんか、はい、まとめない、もう分かった、はい、分かっちゃった、はい、で、お姉さんは多分僕知らないですね。あ、追加メンバーで。あ、そうなんですね。はい、愛です、お願いします。愛ちゃん、愛ちゃん、はい、あ、松葉です。あ、存じ上げてます。ちょっとここも初めてか。まだ知らない、びっくりした今。あ、出てもない。あ、すごい、出てもない。そう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 、確かに確かに、まだ出てない。そうかも。今回こう戻った時に、まあ、今どういう気持ちで来てんのかなっていうのはなんかもう一回聞きたい。どういう気持ちで、覚悟というか。そうそうそう、まあ、もともとでもこのノンタイトルのデモデーでリベンジするのが目標で参加してるから、うん、その目標がさ、一回もう叶わない状況になったわけじゃないですか。けどまあみくるさんからチャンスもらえて、そう、マジで毎日やり抜いたんだよね。けど負けたら終わると思ってたから必死にやって、で戻る機会がもらえたから、多分ギアはずっと入ってたままだよね、そっから。うん、だから今晩はこっからかなと思って、そのデモデーで勝つっていうのが俺の、まあ、目標だから。うん、本気で勝ちに行く。うん、ちょっと1個だけ改めて確認しておきたいことがあったんだけど、急遽こう加わることになったわけじゃん。でもやっぱ俺の中ではさ、やっぱ懸念点が1個あるけど、これをそのチームのメンバーが受け入れるかどうかってやっぱずっと不安だったわけよ。その 今の、 その好き嫌いとかじゃなくて、事業もそうだし、準備金もそうだしさ、1人増えるだけで人件費増えるわけでしょとかあったから、そうだから、そこはちょっと気になってたんだよね。実際どうなのかな。なんかだって気まずいでしょ、まだちょっと。首が決まった後に話す時間もほぼなかったから、うん、ね、傷つけてしまったかなっていう気持ちはずっと心残りではあるから、なんかどう接していいか分かんないのはある。え、松葉君は逆にどうなの、気まずさみたいな。俺はないし、あったら多分戻ってこなかったと思う。ああ、まあそうだよね。あ、よかった。マイナスに誰も捉えてないから。あ、本当に、うん、そうなんだ、うん、すごい雰囲気。そうなんだ、すごい。それはちょっと嬉しいわ。でもどっちかっていうと、それよりも今事業がさ、ある程度決まってきちゃってるから、うん、それを松葉君がやりたいと思ってくれるかどうかの方が心配だったから。だから俺は基本事業っていうよりかは、人とあとその事業でちゃんとそのまあ一応稼げるとかだったら別にいいかなと思ってて、うんうん、ちなみにだけどさ、今回そのまあ何事業かっていうのもそうだけど、うん、メインプロダクトは、シャントリーボディ。何シャントリーボディって。何シャンプーとトリートメントと、うん、ボディソープとフェイスウォッシュは一体化した商品。え、じゃあ1個で全部洗える。1個で全部洗える。オールインワン。そんなのあるの。そう。え、そんなのあるの普通に。いや、作った。だから世の中にない。あ、そうなんだ。 それで全部洗えるんだったらめっちゃ楽だし、うん、そう、超楽なんだよ。かわいい。ねえ、進捗聞いていいですか。すいません。そのミッション5の事業計画書以外にもうちらやることめっちゃあって、デザインのところだったりとかはもうそろそろ OEM の先、 OEM 先の方たちにもうそろそろ詰めないとやばいみたいな感じで言われてるから、まあ今日それをみんなでそのパッケージデザインとか、そのブランドのロゴだったりとか、あとはそのイメージカラー、キーカラーになるやつとかも決めなきゃかなって感じ。なるほど。ブランドのまあイメージカラーとしてはやっぱそう清潔感が感じられるものっていうのが、うん、まあ、いいと思うっていう話はもらってて、うん、一方でプロダクトのイメージカラー、プロダクトだからその例えば歯ブラシとかさ、マウスウォッシュとか歯磨き粉とかなんだけど、それに関しては白だと、その競合他社がひしめいてしまってるというか、逆にそういう時はなんかあの真っ黒だったりとか例えばね、の方があのまあプロダクトとしてはこう他と差別化を図れるっていうポイントには一つなる。だからまあ多分白以外がいいんじゃないかっていうようなことは言われてる。多分そのさ、まあ、ミッション2とかやった方がったんだけど、多分一番難しいのってプレゼンじゃん、うん、でこれは俺もマジで前回圧倒的に苦しめられてて、でデモデーのプレゼンがやっぱ一番難しいし、そこプレゼンもじゃあすぐできるみたいな。あ、プレゼンまでもうそこに照準合わせてやってますよっていう状態ではない、うんうんうん、あくまでもミッション5を終わらせる上で全てのなんかもう事業を走らせられますよっていう状態ではあるかも、うんうん、あとなんかこう調べてとか リサーチとかあったらもう全然大丈夫、うんうん、まあそこだけでも大丈夫、うん、それこそさ 2B でやるってなった時の盲点とかさ、うん、うちらが今上がってないところとかをさ、まあそうだね、そうだね、調べてもらうとかさ、
調べてもらうというか、こういうのどうみたいなアイデア欲しくない、うん、確かに松葉くんみたいな人とかもターゲットの一つになってるから、自分のリアルな感想とかでと合わせて競合分析みたいなのをやってもらったりとか、会社作れてるとこだとさ、お互いに分かってないからちょっとずつお互いの良さを引き出し合ってみたいな感じになるよね、うん、ひとまずは。なるほど。なんかでもちょっと今聞いた感じ、うん、ふわっとしてる部分があるから役割の話ね。あ、うん、だから、まあ、はっきり言うと俺は多分前回みたいにもうプレゼンやる人を決めちゃって、うん、そいつは本当になんかもう他の人のプレゼン勉強とかを仕組みのみに集中した方がいいなってのは思うかも。え、松葉くんプレゼンやりたいとかない？なんか挑戦はしてみたいけど、わかんない。俺もその前回のさ、うん、まあ、瀬名くんのプレゼンは見たけど、そっからどうなってか分かんないけど、あれをまあ見たらやっぱり俺はプレゼン1個に集中した方がいいのか、もしやるんだったらプレゼンの人はもうそれだけの方が絶対いいと思う、うん、もちろん後々テストはするんだけど、それまではちょっと俺もプレゼンにフルで1回練習したい。あ、むしろで、それでもう瀬名くんもやって、で普通になんか、まあ、上手い方が立つ、まあ、他のクラスとかもちろんそうだけど、うんうん、っていうことをやりたいから。あ、それでそうしよう。オーディション1回やるじゃん、うん、オーディション3分から5分ので、うん、どうかっていう判断をみんなでし合うみたいな感じ、うんうん、それでいこう。まだそのスライドのとこの、競合比較のところ、うん、まあ、うちら の, 商品がじゃあ他と、比較した時に、まあ、どこがいいんだっけっていうのを、うん、そこを、知ってもらうために、うんうん、じゃあ他社どうなんだっけっていうのがスライドとしてあればいいなって思ってて、うんうん、だから電動歯ブラシ、歯磨き粉、あとはマウスウォッシュ、それぞれ の, なんかそのうちらのやつとその類似、うんうんうん、製品っていうところを一回リサーチして、うん、でそれをこう表形式とかでまとめたりとか、それハルタムにお願いしてもいいか。あ、オッケーオッケー、作るね。いける、うん、ありがとう。オッケー、めっちゃ助かるわ。こちらこそだよ、ありがとう、頑張ろう。うん、ほんと頑張ろう、マジで。うんうん、今プレゼンやってんの？今？うん、今はやってないね。やってない。あ、てか本当にできんの先生？まあできるかできないかって言ったら今は俺も分かんないけど。分かんねえか、うん、でもここに戻ってきた以上やるしかないと思ってる、うん、あ、はいはい、本当に一番重要だと思ってて、うんうん、もう一番スポット当たるし一番重要だと思ってるから、うんうん、なんかちょっとなんかできるんなら見せてほしいみたいな。あ、今？そう、できる今、うん、ちょっと資料送るからそれやってよ。はい、じゃあいいですか、行って。あ、いや、いいよ、いいよ、全然、はい、ちょっと。はい、OK です。できんの？内容があんま分かってなくてもいけます、これは。あ、本当に？はい、じゃあ大丈夫、松葉くん。それではチームブルー発表お願いします。はい、僕たちチームブルーがやる事業は、ペットフード事業やろうと思ってます。で、やっぱそのヒカルさんとミクルさんの動画でワンちゃんって出てるじゃないですか。あれってめちゃめちゃ見てて可愛くないですか？欲しいって思ったりしたり、見てて欲しい、飼いたいと思った人とか、実際にペット飼ってる人もあの動画って見ちゃうじゃないですか。で、そんな時に、今、ちょっとね、ちょっと待ってください。もう一回いいですか？もう一回いいですか？ちょっと待って、もう一回いいですか？ちょっともう一回いいですか？もうダメだよ松葉、首。もう一回いいですか？マジでむずいな、ペットむずいな。もう一回いいですか？ペットむずいな。これで終わったんだ。終わっちゃったんだ。ちゃんと松葉くんしてますね。ねえ、ちゃんと松葉をやってる。うん、ディアー、あ、ローくんがいない、やっぱり。帰ってこないですね、ローくん。帰ってきてほしい。ハル、アイちゃん、これ見て。ディアーケアが選ばれるポイント、1位、歯ブラシ、ホワイトニング、歯磨き粉、マウスウォッシュの3つの商材が揃っている。2位、手軽に
口腔ケアが始められる、3品質管理のために歯科医師が監修。こんな感じいいかな。あ、めっちゃいいこれ。なんか書き方も見やすいし、水色でいいっしょ。清潔感あっていい、めっちゃいいと思う。ありがとう、ありがとう。すごいすごい、うん、うすうすうす。まあまあまあ、パソコンなんで余裕だわ結局。競合比較のとことか全部ハルタムがやってくれたんよ。あ、マジで。そう、こういう感じ。そう、この電動歯ブラシが、私たちの商品が他の競合他社より何がいいかっていうので、うん、まあ、回転数とか、あとモード数、その持続時間を比較して、うん、他の高い製品と機能面はほぼ同じで、うん、値段を3分の1ぐらいに抑えてるっていう競合比較の表を作ったんだよね、これで。はい、すごい、みんな成長してる。強いて言うなら、ここなんかうちらの商品のとこ強調したいから、ここだけ全部太字にするとか。あー、OK、うん、それぐらいかな。目立たせるね、うん、ありがとう、マジで助かる。いや、こちらこそだよ、頑張ろう。うん、頑張ろう。相性いいですね、2人は。すごい。化粧箱とかは今デザイン会社さんがいて、まあ、そこに今頼んでて、そこが完成するのがおそらく4月の20日ぐらいなので、俺がさ、あれミッション1でさクビになったじゃん、うん、でなんかその後さ、まあ、2人入ってきたわけじゃん、うん、その時のセナ君の表情がすごい落ち着いてたから、ぶっちゃけやっぱ俺といる時の方がストレスあったのかなっていうのは気になった。いや、でもそれで言うと、あのタイミングでね、僕本当に思ってるのは、松葉君がさチーム決めの時にさ、覚悟あんのとか言って、うんうん、ここまで来て思ってるのは、結局松葉君が言ってることが一番正しいっていうのをちゃんと実感はしてて。あ、本当に覚悟だなと思って、ちょっとあの1時間しかないんで普通にやっていく覚悟があるのかなっていう。いや、むしろ気にしてたら来てないんで、なんか別にそこ、もちろん全員多分覚悟持ってきてるので、なんか変になくなる覚悟で来てますかとかっていう、そういう確認は僕にとっては不要かなと。うん、不要だって。不要不要、まあ、不要らしいならいいじゃないですか。でも松葉くんはその覚悟がある人と組みたいってことですよね。覚悟があるっていうか、まあ、覚悟がなきゃやっていけないからね。一番それを身に染みてたから。正直、まあ、レッドもブルーもチーム内もそこまでの覚悟ある人はなかなかいないなっていうのがあったから、うん、で言うと松葉くんはあの時言ってること正しかったし、覚悟を持って臨んでたから、結果ぶつかるけどやりやすかったっていうか、やっぱちゃんとぶつかれると切磋琢磨できるなっていう感覚。さすが社長。思うこととかないの？なんかもっとこうした方がいいとか、ぬるいなとかもそうだし。なんかちょっと思ったのは、そのビジネスモデル、まずそのビジネスモデル自体はそんな知らないけど、うん、結構出来上がったじゃん、うん、で多分レッドよりできてるなって感じもあるじゃん、うん、だからこそなんかちょっと逆に危機感がなくなってるのかなっていうのはちょっと思っちゃったかな。慢心してるみたいな。あ、そう、まあ、なんかもっとブレイキングダウンはマジで死ぬ気でやってたからさ、うん、その覚悟をっていうか気持ちをここでも全部出して、うん、それを伝染させたいっていうのがあるから、てか俺がさせなきゃいけないと思ってる、うん、もうでそれでまたなんか別な君とぶつかって言い合いになろうが、それはそれ絶対プラスなんだよ、うん、周りが何を言おうとね、うん、だって俺らがそれでさ、あのミッション1あそこまでやりきれるから、うん、そこは俺も全然言っていくつもりだし、まあ、だとしてもあの時の言い方やばかったけどね。誰の？あ、僕の。いや別にいい、それ気にしないとし。いや、じゃ、うん、あのね、なんか気持ち悪い、そっちの方が。今でもあの日思ってたことは伝えると思うんだけど、言葉遣いが悪い普通に。でもそれもせなくんじゃん。人間なんだよ俺は。だからこの人賢いと思ったけど、こういうこともちゃんと言うから、こいつもちゃんと人間なんだなってちゃんと思ったから。いい関係性、ねね、なんかちょっと感動してるんですけど、うん、今一番聞きたいのが、その売名目的で来てる人と、うんうん、事業をちゃんと作りに来てる人と、松葉くんはちなみにどっちで来てるの？それで言うと事業を作りに来てる。事業を作りに来てる。おそうなんだ。
そうそう、未だにそこに関しては全然分かってないんだよ。じゃなきゃ戻ってこないから本当に。もう考え方を変えるとさ、またメディアに出るチャンスがあるっていうのも、いやまあ確かにあるんだけど、うん、しんどいじゃんここの番組って。多分いやまあまあそうだね、確かに、うん、精神本当に削られるからね。そうだから、その最初に、まあ、もちろんさ、そういう戻れるって声をもらった時は嬉しかったけど、多分事業をやりたいって気持ちがなかったら、うん、ありがとうございますなんて言えなかったと思うし、うん、帰ってきた松葉めっちゃまともになってるんだけど大丈夫？土星論しか言ってない今のところ。さあちょっと松葉くん帰ってきて、今のところはそこまでの波乱もなく、なんか順調ですね。みくるくんどう見てます、今の松葉さんのお帰りを。松葉いいっすね。いいっすね。相変わらず好きになっちゃった。いやいや、もともと好きですよ。だからもともと好き、はい、でもちょっとなんか、うん、まともになったらつまんないんで、うん、もっと松葉してほしいですけどね。もっと松葉をする。松葉してほしい。松葉らしい。今瀬名君ともなんか穏やかな会話でしたね、すごく、うんうん、でもなんか松葉まだやっぱ勘違いしてるなっていう感じはやっぱ匂い、プンプン匂ってきてますけどね、うん、あのプレゼンのやつも絶対自分がやりたいだけじゃないですか、うんうんうん、プレゼンはもう、うん、絶対あいつやらない方がいいですもんね。プレゼン、いや分かんない、めっちゃできるかもしれないんで、うちらの松葉くん、うん、松葉ってほんとすっからかんなんですよ。それはね、知ってる。お二人は、はい、ウルトラファインバブルって聞いたことありますか？いや、僕は一回もないですね。あります、はい、あります、はい、もう怪しいんじゃないかと思ってます、正直。簡単に言うとですね、はい、あの小さな泡の気泡ということでして、髪の毛の太さのおよそ1000分の1の極めて微細な泡です、はい、ということなんですね、はいはい、あ、なるほど、まあ、すごい泡なんですね。はい、それが何なんですか、そので、それが、はい、あのこのウルトラファインバブルっていうものがですね、はい、めちゃめちゃたくさんメリットがあって、はい、まあ、今紙とかそういうものだけじゃなくって、はい、例えばそれトイレとかに使うと、はい、トイレの便器の汚れを防止したりとか、はいはい、嫌な匂いとかよりも細かくなるので、はい、まあ、匂いとかを抑えたりですとか、あとはキッチンで汚れが落ちやすくなったりするので、はい、洗い物がめちゃくちゃ楽になったりとか、はい、まあ、例えば洗濯で言うと、繊維の細かいところまで水が届くんで、うん、汚れとかが落ちやすくなったりですとか、浴室の排水口も勝手に綺麗になるというところまで行くみたいですね。で、あとは実際使い始めてからこちらにあるように、はい、排水口の変化が生まれたりしますと。で、毎日、はいはいはい、手洗い、うがい、歯磨きとか、はい、そういったものにも効果的で、今回ですね、ご紹介するこのウォーターデザインワールド社が販売する UFB デュアルはですね、はい、あの簡単に自宅の水すべてにウルトラファインバブルを水圧も落とさず、電気代もコストも発生させず入れ込むことができると、そういうすごい商品なんですよね。すげえなこれ。値段ですよ結局、値段。だからこれを値段でしょ。そう、どの家庭にもある水道メーターとか、はいはい、分岐ヘッダーってあるらしいんですけど、はいはい、そこの前後に付け加えるだけなので、はい、申し込みから最短2週間以内に UFB デュアルがお手元に届くと。さらにですね、水道工事会社が自宅へ出張してくれて、はい、設置作業を1時間程度やってくれるとですね、家の中全ての水を UFB 水へと変化させることができて、なるほど、新築からお申し込みも増えてるんですけれども、既存の住宅とか賃貸でも取り付けることができると、はい、そういう UFB デュアルなんですけれども、これメイドインジャパン、まあ、日本製の製品でして、はい、国内初の脱亜鉛黄銅というね、はい、特別な銅を使った装置なので、錆びたりすることもなくって、なるほど、耐久性が他の商品と比べて国内トップクラスということになってます。すごいですねこれ、はい、で海外の香水とか、はい、まあ、そういう固い水とかにも対応するんで、まあ、いわゆる美容とか意識するセレブの方とかですね、はいはい、海外にお住まいの方とかにも申し込みが殺到しているというところなので、いやこれ結局いくらなんですかこれ、これそんなすごいやつ。いや要はもう根っこから変えちゃうわけじゃないですか、全ての水をめちゃくちゃすごいんですよ、まあ、相当すごいですよねこれ。なんで普通に買い切りでやると35万ぐらいするんですって。やっぱなかなかしますね、はい、なんですけどこれを月々たった5000円ぐらいでつけれると、はいはいはい、まあ、要は何十万ってかけるの大変じゃないですか、はいはいはい、で月々5000円でずっと一生家の水がきれいになるみたいな形でできるみたいですね。なるほど、すごいですねこれ、うん、はい、ということでですね、ぜひホームページをチェックください。はい、概要欄をチェック。え、愛ちゃんさ、これって言ったら、うん、さっき言ったなんかひな型はどこになる？あ、ひな型は、うん、例えば、あ、前戻ってもらって、あ、ロウ君、ロウ君、おかえり。体調どんな感じ？いや、体調はめっちゃ微妙なんだよね。
声大丈夫？え、そんな硬くない？平気？座る？大丈夫。ロウ君とりあえずごめんね。ごめんごめん。ロウ君相当負担かかってたからそうなるのも無理ないし、申し訳ない。ごめんね。なんか本当にいろいろいろんなことを全部ロウ君に任せすぎちゃって。本当ごめんね。あ、そうね。あ、ちなみにどうだったミッション？あ、そう、ちなみにその今の進捗共有するとミショは再追試で一応なんとか受かったっていう感じで、ああそうね、で、次のそのミッションが、なんか投資家がうなるような事業計画書を作れかな。でだからまあ PL、うん、BS キャッシュフロー、まあ、3カ年分引いてきてっていうのが次のミッションになってるって感じかな今は、うんうん、そう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 、なんかそう固まってない部分が多すぎるからまあそこは本当に固めていかなきゃいけないなっていうところが今状況としてはまあありますと。ロー君に関してはマジでその体調最優先とりあえずしてもらってそのうん本当にお大事にっていう感じかな。ありがとう。うん、ずっと体調悪いから心配でさ、うん、その体調悪い中無理させちゃってるなっていうのが本当心苦しくて、なのでちょっと私とぬりぼうもパソコンに苦手意識を持たず今までできなかったことも一緒にできるようにっていう、だから2人を手伝っていくっていうよりも考えはやめて私も同じフィールドに立てるぐらいちゃんと勉強して一緒にやっていきたいなと思った。でも表情暗いね。ロウ君からなんかチーム内に共有していきたいこととかある？なんか言いたいこととか、そうね、うん、まあ確かに結構俺がやりすぎたなって思ってるところはあって、うん、そう、まあでももともと最初なんでだろうなって思い返した時に最初にチーム決めた時に多分事業経験あるのって僕しかいなくて、僕が事業を作って引っ張っていくって決めたのがあったから、ミッションとかも、まあ、僕ができる限りコミットして通していくっていうのが最初にチームを決めた時のなんか覚悟じゃないけどなのかなと思って。お願いします。よっしゃ、どっちにしよっかなってめっちゃ思ったけど、今話して思ったのがやっぱ熱量、うん、気持ち持ってやれるからっていうので、あったばっかだけど、ハルタムちゃんめっちゃ気持ちあるなと思って。やったー、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 やったー。だから多分結構みんなができないの、いまだにパソコンとか触れないのって割と俺の責任もあるなと思ってて、そこに関しては結構、まあ、反省はしてるんだけど、僕は結構ノンタイトル命をかけてやってたんだよね、うん、僕はそのヌリボーと張るため その人生を背負ってるっていう自覚があったから、一言で言うとなんか熱量が全然違うんだなって思ったのね。次のミッション通すためにはもう本当に朝までの10時間ぐらいを全力でやりきらなきゃいけないなって思ってて、なんかそう覚悟を決めてやってたんですけど、まあ他のメンバー3人がまあ雑談をしていて、なんで雑談してるのか分かんなかったというか、彼らが本当に翌日のミッションを通す気持ちがあるのかっていうところで、僕はないんだろうなって思ったんですよね。何のために僕が一生懸命頑張ってんのかが分かんなくなっちゃって、まあ、結構心が折れたというか、まあみんなその熱量ないんだったら俺も頑張る必要ないかと思って、まあけど彼らの熱量を上げるのって僕は可能か難しいかと思ったら難しいだなと思っていて、彼らと一緒にやっていくっていう気持ちが僕の中では結構冷めていて、モチベーションが今はもう全くないかなっていう感じなんですよね。うわ、そんなんだ。
まあこれ感覚の違いかもしれないけども、僕的には本当に時間がない中でやんなきゃいけない中で、まあなんでその時間無駄にしてるのか分かんないみたいな感じで言ったと思うんだけど、うん、その時になんか結構僕の中で心が折れちゃって、うん、そうなんかどうしていいか分かんなくなっちゃってモチベーションもなくて、うん、僕だけめっちゃ熱量が高い状態でなんかどうしていいのか分かんないなと思ってたんだよね、うん、でまあその日かな愛ちゃんが入ってきてくれたけど、でも、うん、あの時には僕もうやめようと思ってて、なんか熱量が全然違うから果たしてこのままなんか続けていく意味ってあるのかなってなって、うん、だから、うん、そう僕は今日でやめようかなと思ってる。それは勘弁してよ。だからあの顔だったんだ。うわ。じゃあ選択肢としては、じゃあ僕がみんなのようにやんなくなって、みんなが前の僕みたいに熱量込めてやってくれるっていうのもあると思うんですけど、それは別に僕はもともと僕が熱量込めてやってた側なんで、それが何も生み出さないことは分かっていて、なんかこの問題って相談して解決する問題じゃないなって思ってるんですよね。それでじゃあ僕のモチベーションが戻るのかっていうと、なんか今はイメージできてないです。彼らの話を聞いてモチベーションがじゃあやるかってなるかって言われると、うん、それでは多分復活しないところまでもう来ちゃってるのかなって思ってます。うわー、小出しにしててよ。本当だよ、大爆発しちゃった ね。なんか俺ポンコツで何もさ言えないけどさ、なんか俺辞めたりした時ロングコロボで止めてくれたじゃん。うん、あれ一生忘れないし、うん、俺やめます。え、マジか。ヌリボーがやめますって言われても俺からしたら無理って感じ。俺はもうヌリボー一緒にやりたいしやっていく。だからヌリボーっていう人間と一緒にコミュニケーションしてきて、ここまで来て俺がじゃあ事業頑張って作ってて引っ張っていく。ヌリボーも多分できると思う、事業始まると思う。そのために俺頑張るし努力もするけど、それは俺が作ったのよって、このチームなんだよね。このチームだから俺は頑張ろうって思うし、だからそもそも俺ヌリボーに抜けられたら困るのよ。嫌な、絶対嫌だ。一緒にやらせてほしいっす。やった、またやった、やった、やった。簡単だな、簡単だ。涙ですぐ変わった。よろしくね。そう、今まで何も力慣れてないと思うんだけど、ロー君とやりたいって思えたんだよね。ロー君やめないでほしい。うん、本当にごめんなさい。僕は最初にハルタムがリーダーをやった方がいいってどっかのタイミングで言ったんじゃん。で俺はその時ずっとそう思ってたし、まあ、ハルタムがデモで話してやっていくのがいいんじゃないかって思ってたんだけど、まあ、ハルタムの言動を見ていてだんだん知っていって、まあ、ハルタムはそのリーダーとしての素質っていうのは多分全然なくて、でだからこのままリーダーやってったら、あ、この授業終わるなって思ったから、思ったよね、僕は思ってた。でそれに関しても伝えようと思ってた。あのミッション2の前日、まあ春田も結構寝てたじゃん。で僕は本当に一睡もしないでずっと作ってて、資料を作って、で本当に限られた時間でやってて、やっぱリーダーとしてやっていくんだったらハルタムが話した方がいいだろうなと思って、僕はハルタムに話させたんだよね。で当日の朝12時発表だったと思うんだけど、2時間前ぐらいから練習して2時間でやりました。僕はその寝ないで頑張ってたっていうのをマウンティングする必要はないんじゃないかなって思ったりとかもしていて、あんま良くないなって思ってた。私も話していいですか。私としてはマジでロー君と一緒にやっていきたいっていう、まあ、気持ちは変わらず、まあ、
ありますっていうのと、あとはそのハルタムに関してちょっと多分この機会を逃したら自分から言うことはなさそうだなって思ったから言うんだけど、ヌリボーとハルタムはやる気はあるのかもしれないけど、正直私もそこに対しては伝わってこない、口ではめちゃくちゃ勇気あるとか言うけど、結局今回もその前回 の, そのミッション2の時なのかな、分かんないけどと同じように、その私は寝ずにやってたけど、まあ2人は結局眠いって言って、まあ結構寝てた、このチームって言ってるけど本当にチームなんかなみたいな、なんか同じ方向をみんなで向いて頑張ってるっていうのが全然なくって、その能力値って以前のところで本当にその本気で勝ちたいと思ってるのかなっていうのはヌリボーとハルタムに対しては思っている、なんかやるねって言って基本的にやっているのを見たことがない、どうすればいいんだろうっていうのが今の正直な気持ちかな。もう愛ちゃんも不満があったんですね、もう、いや私の人間性の広さをなんかのせいですごい嫌な思いをさせているからさ、あのなんだろう、ハルタムに怒ってるとかもマジでないよ。わかる、なんか多分そういうことを求めてるんじゃないのはわかるんだけど、私の気持ちとして謝らせてください、ごめんなさい、本当にごめんなさい。正直言うと俺この話も響いてないと思ってる。めっちゃ響いてないと思ってる。響いてないと思ってる？え？なんでそう思う？今までハルタムが怒られてるのとか何回か見てて、それが糧になってハルタムが理解して飲み込んでるかっていうと、怒られちゃったで少し経つと気分が良くなってごめんなさい、許しごめんなさいあの時はみたいな感じで戻るんよ。みんなが気持ちを込めて何か言ったことに対してそれが響いて何か晴れた世の中で変わるかっていうと変わらないのよ多分、まあ、これは俺の勝手な推測だけど、多分みんなが伝えてることの 100% が晴れたにはそもそも伝わってない。晴れた目のバリューって何なんだろうみたいのは結構考えてたけど、あんまり見つかんなかったから自分で結構そこは考えて自分の価値みたいなのをちゃんと作っていった方がいいと思う。ごめん、なんか そこまで思われてたんだね、ごめん。そっか、わあどうなっちゃうんだろう。僕はもう辞めるっていう決心は揺らがない？何がいい答えなのかが正直分かんないし、体調も結構悪いから今正常な思考ができてないっていうのもあるんだよね。じゃあちょっと考えさせて。分かった。 OK っす。ちょっとまだ混乱してますね。そのもうそしたらもうチームレッド崩壊じゃんって思いましたね。まあ自分自身、私自身にも少なからずが、まあロー君に対して申し訳なかったなって思うところもあるし、まあ本当にやめないでほしいな。そこまでこう追い詰めさせてたのは本当に申し訳ないなっていう思いがあります。なんかそんな思いさせてたんだって悔しくなって、なんか説得力もねえよなとか思ったし、なんか一緒にやれないのもなんかもう無理だなとか全部思っちゃって。私的に結構一番来たのはそのまあ価値がないっていうこともなんですけど、響かないと思うって言われちゃって、あ、伝えても伝えることが響かないって思われてる人間なんだって思われてるんだなって思っちゃって、
あ、それってかなり末期だなと思ったんですよ。逆にこうリーダーを譲るというかロー君にしてもらって、私がそれで一緒にメンバーとしてやっていく方がいいんじゃないかとか、まあ、そもそも私自身がいなくなった方がいいんじゃないかとかいろいろ考えたんですけど、私はやっぱリーダーがやりたいって思いが結構あるので、自分がリーダーやりたいからリーダーでふさわしいって思ってもらえるような人間に変わりたいって思いました。本当にもうこれで終わり？何これ、うわガチっすか、はい、うわこれは。あの後どうなったんですか、その話し合いはもうないんですか？結構ですね、あの話し合いはして、はい、まあ、本人の状態も確認して、はい、チームからもメッセージ伝えて、私もメンターとしても結構相談乗ったんですけど、だってロー君お別れのシーンないじゃないですか、普通あれ普通ありますもんね。一回続けるってなったんですよ。え、一回戻ってきて続けるってなって、よしこれで頑張りましょうってなって、でそっからやっぱりダメだが、一昨日の深夜とかそういう、一昨日やめちゃったんだ。ロー君を無理させるとさすがに良、ね、うん、くないから結果としてこうなっちゃいましたと。まあそうですね、まあ、仕方ないですもんねこれはもう、うん、でも最後ロー君ね、自分の思いをみんなにこう、はい、言ってましたけど、だからもっとだから小出しに言っとくべきだったと思うんですよね。こう思った時に言う方がやっぱ結局軽症で済むじゃないですか、うん、たまりにたまって言ったからこうなってると思うんで、みくる君どうですか？なんか僕も同じタイプなんで、ちょっと僕あんま言わないんですよそういうの、うんうん、人に任せないタイプなんで、人に期待しないタイプなんで、もう自分でやっちゃうんですよ全部、うんうん、まあ、やってっちゃう人はやってっちゃいますよね、うん、周りがやらなくてももう期待せずやっちゃうと思います、うん、でロクの場合は多分周りに配慮しすぎた結果、まあ、自己中心的になれなかったので、うん、余計鬱憤が溜まったっていうのはきっとあるんでしょうね。なるほど。多分今一時的にチームに戻れたとしても、ここから事業やっていくスタートじゃないですか、うん、このメンバーとは多分事業やれないなって多分ロー君思っちゃってると思うんで、もう遅から早からこの日が来ちゃったんじゃないかなとも思います、さあこのロー君が抜けた穴がね、かなりの大きな穴だとは思うんですけれども、はい、まさかの第5弾ですけど、今度予想してないですもんね誰もね。じゃあこれから3人体制になったあのチームレッドですけれども、はい、ヒカル君チームレッドに何か望むことがあれば。なんかこう一人でも本当に、あ、絶対私いけますよっていう自信を持てないと、うん、もう多分話にならないかなって思うんで、うん、まあ、それがいけそうなのが、まあ、唯一林さんかなと僕思うんで、はい、もう林さんが本気で引っ張るしかないんじゃないですか。もう春田もリーダーをもう下ろしてでも行くぐらいでいかないと、うん、その気持ちの強さを見せないときつい気がしますけどね、うんうん、私最後の最後で塗り棒頑張ってほしいですけどね、うん、なんか一応やっぱ塗り坊さんってやっぱみくるさんに認められてるぐらいだから、そのエンターテイナーとしては才能があるわけじゃないですか。それを全部生かしてプレゼンに持っていったりとかしたら、なんかとんでもない化学変化みたいなのが起きないかなと思っていて、そのもうふざけない塗り坊を見てみたいです私は、うん、塗り坊の本気。塗り坊がちょっとなんかね、みくるくん成長した感じが見受けられたんですけど、ロー君不在の中パソコンでなんか文字打ってるだけでしょあれあんなん誰でもできますよ。そのグラウンドに行く。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとあの皆さんにデモデーについて、はい、はい、皆さんにちょっとお知らせがあるので、はい、緊急で参りました。はい、今回デモデーの日程が決まりました。うわおお、緊張する、うん、はい、デモデーの日程は、はい、ちょっと先ですが、はい、5月の13日おお、となります。1ヶ月後ぐらい、はい、でそして今回はデモデーを YouTube で生配信で行います。はい、すごい。なのでもちろん本番一発生配信、すごい、そこで勝敗を決定します。これは緊張するな。面白いですね。まあ、これが一番分かりやすいですよね、でも視聴者もね、うん、でさらにもう一つ付け加えると、デモデーの勝敗はみくるさんの1票とひかるさんの1票と、はい、それに加えてオーディエンス票、オーディエンス票に関してなんですけれども、はい、実際に1週間前から
クラウドファンディングのキャンプファイヤーさんで、はい、皆さんの商品をお試しキットとして販売していただきます。わすごい、はい、で1週間前からキャンプファイヤーでお試しキットを販売していただいて、デモデー直前までの売り上げによってどちらに票が入るかということを決めていただきます。売り上げが高い方が1票獲得ということになります。なるほどね、はい、で直前までそのどちらが勝っているかというのは公表しませんので、はい、皆さんがお試しキットの価格を決めて、どのようなキットの内容にするか、でそれぞれのプロダクトの内容を決めていただきながら、うん、販売を競っていただくと、でそれプラスデモデーでの、皆さんの評価で勝敗が決まるという形になってます。はい、ガチのやつってことですよね、はい、本当に試しキットだ、すごい。さあ青木さん、デモデーに関して発表がありましたが、うん、投票権がみくるさん、ひかるさん、キャンプファイヤーさん、経営者さん、そしてリアルタイムの見ている方々の5票で決まるんですね、はいはい、ちなみにですね、うん、今回、まあ、もちろんながらこの事業どっちもプレゼンするわけですけれども、はい、どっちかが勝つわけではなくて、はい、どちらも不成立っていうケースもあります。どちらも基準に満たなければ、うん、どちらにも投資しないということは、可能性としてはあり得るという感じなので、非常に厳しいシビアな判断をしていただきたいなと思うんですけども、はい、当然ながら逆もあるんですか。どっちも素晴らしいからどっちもに投資しますはない。それはないです。はい、はい、わ、じゃあ負けたチームはもうその事業から手を引くってことも前回と変わらず、はいはい、解散で同じ仲間で違う事業をやることもできませんという形になってますので、まあ、言って多分、1ヶ月ぐらい、うん、デモデモであるんで、1ヶ月あれば、まあ、だいぶ軌道修正できるんで、うん、今の状況が全てではないなっていう感じですね、うん、もう本当1ヶ月だったら逆になんかこう今順調に出てるブルーの方に問題が起きてる可能性も全然あるんで、はい、まあ、そこまでだからどんだけ仕上げれるかっていうのが楽しみですね、うん、はい、ちょっと生配信だと松葉くんのプレゼン大丈夫かな大変大変、ね、結構松葉がねあれ来るんじゃないかなっていうのは思ってるんですよブルーを。僕たちがずっとつけてたこの時計、これ実はねアップルウォッチなんですよ。でもこれアップルウォッチに全く見えないと思うんですよね。でこれゴールデンコンセプトっていうブランドのケースで今めちゃくちゃ流行ってるんですよ。でこれみくるくんもねこれコラボとかをしてるみたいで、これなんですけどね、うん、はい、かっこいいですね、はい、でもすでに完売したみたいで、でもさっき聞いたらまた、再入荷するっていうことです。で僕がつけてるやつはこれ世界に1本だけで、まあ、特別にこう用意してもらったモデルなんですよね。でみくるくんのコラボはまたすぐなくなっちゃうと思うので早めのチェックを、してもらえたらなと思います。で今回ゴールデンウィークにゴールデンつながりで、キャンペーンをやるということなんですけども、みくるくんのモデルとか、まあ、限定モデルの再販売があったりとか、昔のモデルが特別価格で販売されるそうです。で最近流行りすぎてこう偽物とかもこれ増えてきてるみたいなんですよ。だからロレックスみたいな偽物がいっぱいあるみたいな、だから皆さん気をつけてください。概要欄に貼ってる URL の、公式オンラインストアが表参道のお店で買えば、絶対に本物なので、安心です。よろしくお願いします。バカにされてもええね、めっちゃいい感じ。マジで、マジで、うん、多分想像よりいい。マジですごくない？待って、やばい。これなんかここがさ、モードごとにイラストついてるの可愛いなって思う。可愛いよね。濃いよね、こういうの。本当だ、うん、あ、うわー顔に入れるもんじゃないから。あ、そっかそっか、どうじゃないの、肌から。